え？スタンス？スタンスを取った後にねじらないというか、重心を作った後に動かない。重心を作った後に、そうだからこう足を乗っけてからこう動かさない。それだったら乗っける時はもうターゲットを見ながら乗っけたらそれで終わる。余計なことをしない。こう絞らない。例えばじゃあ筋肉を絞らないっていうイメージ。そうそう。乗っけてからブル見ると、これでももう重心の位置が変わっちゃう。だからこうこうやってからブル見たら、この時点でもう動いてる。なるほどね。じゃなくて立ち位置を決める。立ち位置を決める。足合わせます。ブル見ながら体重乗ります。まあまあ構えます。がもうこれが一つのルーティンになった方が。はいはい。それが全くできてないのがもう。そうですね。まあさんはどうぞ。こうします。2つ目、構えた時が1。ここは手首を意識して作ります。1、はいはい、2、引く時に手首を意識しすぎるとこう引いちゃう、はいはい、手首から引いちゃう。これがこういう風になったり、はい、開いちゃったりすると原因になるから、2は1、2は肘支点で倒して、3は肘支点でそのまま伸ばしちゃうと下に下がっちゃうので、3はまた手首に戻して意識を戻して、はい、構え手首、引く肘、出す手首、そうで手のひら、手首から上の意識はなくす。意識しすぎちゃうと握っちゃって力むから、そう、肩、やっぱり手首から先が硬くなるとこの辺の筋全部つながってるから、はい、筋肉がうまく動かなくて緊張状態で多分下に下がるっていう現象が起きやすい。指に力が入ってるから持ったまま手振っちゃうと下に引いちゃう。手首、肘、手首、肘、手首。3つ目じゃあ反動で。3つ目反動。反動、あのこう構えて手だけ送ると、体が後ろに下がっちゃうからこうなりやすい。これをちょっと投げる瞬間に前に行くことで今だと手を前に出すと体がこっちに引かれちゃうから、それを分かんない程度で操作する。これを振ったら10こっちに下がるんだったら、10前にちょっと出たら10と10で0になるね。そういうことです。なるほど。ゼロにすることによってちゃんとダーツに力が乗ってインパクトが生まれて、うん、